はい、どうも、こんにちは。福岡県笹栗町、自在な整骨院の松本です。今日もよろしくお願いします。はい、では今日もですね、腰痛でお悩みのあなたに、腰痛を改善するためのヒントやアイディアを皆さんにお伝えしていきます。はい、ではですね、ぎっくり腰についてですね、ここ最近お話をさせてもらってるんですけど、まあ、この前、背骨を支える筋肉、まあ、腸腰筋って言われる筋肉が、まあ、うまく使えなくなるとぎっくり腰になりますよという話をしていきました。で、これからまあ、ぎっくり腰が起きる、まあ、さっき言った腸腰筋という筋肉、ね、人間の体の中の大黒柱みたいな筋肉が、うまく使えてなくなったことによって、悪くなってしまう被害者の筋肉たちのストレッチをちょっとお話をしていこうかなと思います。で、今日お話しするのは、まあ、以前ですね、実はぎっくり腰シリーズをやった時にお話もしてるんですが、こいつです。広い背中の筋肉っていう風に書いて、広背筋という風に書きます。広背筋ですね。はい。これがですね、すごく広い範囲でついております。本当下は、この骨盤の上のこの辺から、だんだんこの、上に向かってぐーっとくっついてですね。腕までくっつきます。僕のここで言うと、ちょうどこの部分からぐーっとついて、この辺までしっかりついてます。で、この筋肉に負担がかかると、要はよくぎっくり腰になりますよというお話もありますし、また五十肩になんてなったりもします。要は筋肉がこう縮こんでしまって、こう、筋肉がですね、悪くなるとやっぱこう引っ張ります。こう引っ張ります。なので、ここの筋肉が縮こまって引っ張ることで肩が上がらなくなるんですね。これも五十肩の原因になったりします。ね。最悪ですよね。ぎっくり腰の原因にもなるし、五十肩の原因にもなる。そんな筋肉になります。で、以前はですね、この広背筋のストレッチについて、まあ、手をこうやってやって、こんな風にストレッチするといいですよっていうお話をしたんですけど、まあ、今日はそれプラスですね、もっとこれをやったら、広背筋緩むよっていうものをお伝えしていこうと思います。はい、もうこれめちゃめちゃ簡単です。で、ちょっとアングルがあれなんで、ちょっとずらします。はーい。はい。でですね、これ別に立ってもらわなくても大丈夫です。ちょっとアングルの関係上こっち移動しましたけど、立ってもらってても座ってもらってても全然大丈夫です。で、今からやるのはですね、この、さっき言った広背筋っていうのが、ちょうど僕の、この、シワがすごいできるところ、わかりますかね？こう。シワができるところ。ちょうどこの辺ですね。で、この辺に一番その広背筋っていう筋肉が太くなる場所があります。で、ここをですね、まあ、要はストレッチした時にここがすごいピーンと伸びるんですけど、今度は、自分のやりたい側ですね。こっち側の腰に痛みがあるっていう人は、こっちの手を反対側の手にこうかけてあげます。で、その状態で反対側の手で、この辺ですね。この辺を、指先はこういう風に手のひら、こんな風にまっすぐ立てた状態で、まあ、円を描くようにグリ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 ってしてあげます。本当、ただこれだけです。これですね、痛みを感じるぐらい、思いっきりやってしまうと余計筋肉硬くなってしまうんで、本当、撫でるぐらい。ぐりぐりぐり。で、これだったらね、テレビ見ながらでも、または、そうですね、なんかバス待ちながらとかでも、どこでもできますよね。本当、これストレッチプラスこういうのをやってあげると、かなり腰の負担減ってきます。で、この広背筋って言われる筋肉が一番太いところにこれをやってあげるんで、まあ、もしですね、肩が届かない人とかだったら、まあ、下げてでもいいです。では、この場所を捉えてれば全然大丈夫です。こうですね。はい。これもう本当簡単ですよね。反対側もこんな風にやってあげると、両方良くなります。で、できればですね、両方やってあげてください。で、両方やることによって、広背筋の負担っていうのが減って、ぎっくり腰のリスクかなり減ります。で、五十肩のリスクも、合わせて減ってくるんで、ぜひですね、騙されたと思ってちょっとやってみてください。でですね、まあ、今、この動画を見てくださってる、腰痛でお悩みの方にですね、まあ、今日お話ししたことが少しでも力になれればと思います。
で、またお困りのと、こととあればですね、下にリンク貼ってますんで、ぜひ頼ってください。はい。では今日もですね、動画を見ていただきありがとうございました。